はい、どうも、小野さんです。さあ、今回もウォーロボッツやっていきたいと思います。さあ、今回はですね、格納庫からお送りいたします。今後で1試合だけお送りするんですけども、まあ、そこはアフレコに、なります。で、格納庫からね、動画そういえば撮ったこと今までないなと思って、はい、今回ちょっとここからのスタートになるんですけども、シェンローの評価としましてはですね、ガチガチのこう第一線でやれるような機体っていうよりは、トリッキーな動きがこうできたりとかっていう、面白い機体っていう、ユニークな機体っていうような評価が、僕の評価でもあるし、割と皆さんもそういった評価をされているのかなと、他の方の動画とか見ても、思いました。はい。でもね、結構ね、強いですよ、普通に使ってて。350m で3回テレポートできるんで、その350で、さらにそこから奥の350ってやったら、実質 700m 先まで行けるし、とかっていう、その使い方はトリッキーなんですよね。飛ぶ先を2回、3回と、こう、選択できるっていう強さ。だから、ガンガン敵陣の方に攻めていっていくこともできるし、後ろ味方やばいなってなったら、こう味方のところに戻ってくることもできるし、あそこのビーコン入んなきゃなって、こうね、後ろの援護終わった後に、さらに真ん中のビーコンに向かってまた飛んでビーコンに入るとか、そういうね、こともできるんで、結構万能なんですよ。ただ、こう、最前線を張れるような機体じゃないです。すげえ柔らかいです、この機体は。なので、こう、長くね、こう芋って使ってると、こう味方の負担に結構なっちゃったりするんで、その乗り換えたりとかっていうのはタイミング見てやった方がいいかなというふうには思います。で、今回はですね、このヒルコをつけてみました。いろいろ試してみたんですけど、他にもパスカルだったりシーカーだったり、あとはですね、これね、パスカルねとシーカーと、あとこのボールとか試してみたんですけど、やっぱり専用パイロットがちょっと弱いんですよ、シェンローは。なんで僕はね、トリクシーをつけてて、スキルはこんな感じです。ドジャー、ロードホック、どうも長じゃモードどうもか、甘エキスパート、スリルシーカー、新茶のパイロット、キューのサバイバーと、体力と攻撃ぶりですね。モジュールはこんな感じ。攻撃アンプ2つとアドリペにしてます。アドリペはね、トリクシーだから、早いクールタイムで使い回していくっていうのと、これね、さっきも言ったんですけど、本当にね、体力が結構低いというか、もう結構脆いんですよ。すぐラストスタ入っちゃうんですよ。だからね、もうさっさとこうアンプを貯めて、火力を出すだけ出して、前半こうトリッキーな動きして、で後半はキュリーとかタイタンとかに任せるみたいな感じで使うのがいいのかなと思いました。これね、リペアアンプとか異名アンプとかね、つけてもね、溜まりきらないんですよ。スタックが溜まる前にね、やられちゃうんですよね、その耐久値が低すぎて。で、防御ポイントとかもないので、もう本当にね、すぐ集中砲火を受けたらすぐラスト入ります。はい。なので、一応最大体力を増やすって意味でもヒルコにしてます。実際にね、このヒルコで体力増えるっていうのをいいこうシーンがね、撮れてるので、実際にね、この後バトルを見ていっていただこうかなと思います。途中で、ね、乗り換えたりとかっても、もちろんね、したりするんですけど、今回ねちょっとシェンローの動画ということで、最後まで乗ってみました。ではご覧ください、どうぞ。さあ、マップはバレーになります。じゃあ早速ね、初手はシェンローですね。はい、新武器をつけてヒルコをつけてるので、早速ね、体力を上限値を上げていきます。バトルに出ると、ヒルコ使って、初手347,146って感じなんですよね。こう見るとね、めちゃくちゃ低いかっていうとそうでもないんですけど、ダゴンと同じぐらいなんですけどね。ダゴンと違ってシールドもないですからね。でもとにかくね、この新武器が強え。で、この新武器ね、弱点あるんですよ。これね、気づいてる人もいると思うんですけど、このね、弱点がね、超近距離というか、接近、接近というか、もう、くっついてると、ダメージが通らないっていう、これは多分仕様なんでしょうね。ゼロ距離だと、ダメージ入らないんですよ。で、このキュリーもね、こう入ってないんですよ。で、ちょっと離れると入る。多分25メートルぐらいかな。離れると入るのかな。スキル切れ終わりをしっかり見て、使っていくと。スキルをね。
ちゃんとね、線路を使う時のコツとしてはね、まあ、飛ぶ相手を選ばないとやられるっていうところと、あとはですね、敵のスキルを使ったのか、モジュールを使ったのかっていうのを結構見とく必要がありますね。特におちょこちとキュリは絶対見といた方がいいです。見とかないとね、本当にね、逆に返り討ちにされちゃうん で、例えばね、キュリに飛んだとして、まあこれね、キュリに飛ぶんですけど、もうね、無理しない。でこうなったら一回この後ろ飛んで、別の方の敵にターゲットを移すね。キュリーとかおちょこちがスキル使ったら、帰ってスキル切れるのを待つ。まあ、近くにね、飛ぶ敵がいればそれでいいんですけど、いなかったら、で、これもね、もうおちょこちスキル来てるんで、もう逃げます。もう別の方行きます、僕は。で、これもキュリーも、これね、ちょっとしんどいなと思ったんで、後ろの、このね、おちょこちに飛ぶんですけど、おちょこちがまたスキル吐いたんで、そしたらね、どうするかっていうとですね、一回これで飛んでシールド貼るじゃないですか。イージーシールド。イージーシールド貼ったら、まあ、一回帰ると。これでね、敵のアビリティをいなすだけいなして帰ると。まあ、今回はキルできたんですけど、これね、今のはね、近くに飛ぶ相手がいなかったんで、ちょっとこういう使い方しました。飛ぶのはね、無駄に見えてね、地味に無駄じゃないっていう。スキル、シェンローの能力で、スキルでワープすると、5万ぐらいだったかな。イージーシールド貼るんですよね。うん。だからね、同じ的にもね、こう、飛ぶことの意味が、実はあったりします。で、ここはタイタン同士ちょっとやらして、僕はこういないふりをしてですね。で、白くするだけして、真ん中のキュリーをやります。で、浮かされてるんで、帰ります。はい。こういうね、選択ですね。はい、ビーコンを踏み続けるのか、はたまた厄介なキュリーを先倒し行くのか、ね、まあ、こういう選択ができるっていうのが一番の線路の強みかなと思います。いろんな選択肢があるんで、本当にその場その時 の、 その状況に合わせてね、戦況に合わせて選択できるんで、そこは強いとこだなって思いますね。はい。でこれね、ニュートンね、トナフルのニュートンなんで、この打つタイミング、あ、そろそろ5秒経つなってタイミングでこうやって後ろ行くと、ね、若干打ち損じるんですよね。で、ギリギリまで戦って帰ります、つって。今の多分ね、ちょうど、ね、5秒ぐらいでトナフル溜まったタイミングかなって感じですね。はい。これ結構ね、嫌ですよね。そうすると、ニュートンが他の味方を見なくなるんで、あ、新機体がいる。こいつ戦おうとかね。これちょっとうざいな、こいつ先やろうとかっていう風になるんで、ヘイトが変えるんで、味方がね、生きるんですよ。で、この間に味方のタイタンが攻撃してくれればなおよしだし。で、はい、また後ろ行く。でもこれね、これ母艦溜まるんで、これ安全にね、体力を着実に増やしつつ、ニュートンをここで借り切っていくと。で、帰ると。ね、いいです。これね、イージーシールドがつくのね、地味にいいんですよね。うん、これね、地味にいい。で特に今回、ノースライトじゃなくて、なんだっけ、パラディンか。パラディンをつけてるんで、うん、結構ね、イージス意外と硬いっていうね。はい。で、これはね、もう、おちょこちしか いないんで、敵が。もうと、おちょこちに飛ぶしかないんですけど、イージスが切れるタイミングで、もう一回飛び直しとかで、イージス張り直しが、ね、できると。はい、こんな感じですね。バトル自体はね、まあ5分半ぐらいで終わっちゃったんですけど、シェンロー1機で結構翻弄できたんじゃないでしょうか。なかなかね、面白い、いい絵が撮れたんじゃないかなと思います。で、14キル2ビーコン、893万ですね。はい、GG でした。ありがとうございました。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。